菅尾営業所のバス車庫。知って黒川道路に面している、営業所昇格前の菅尾車庫菅尾営業所の事務所、川崎市バス。菅尾営業所は、川崎市宮前区県像3-5-1に所在する、川崎市交通局の営業所である。最寄りバス停留所名は、菅尾車庫。営業所略称は、菅尾出張所時代から M で、 これは廃止された溝の口営業所の略号を引き継いだものである。2011年4月1日に菅尾営業所として開設。同時に神奈川中央交通の子会社、相模神奈港バスに管理委託された。その後、神奈川中央交通の子会社再編により委託事業者が神奈川中央交通東に変わり、 神奈川中央交通東菅尾営業所が設置された。2017年3月25日をもって管理委託が解除され、翌日より川崎市交通局の直営となった。その代わりに、同年3月26日より、伊田営業所が神奈川中央交通東に管理委託されている。2021年4月1日、再び足が峰営業所に吸収されることとなり、 わしがみね営業所菅尾車庫に解消される予定。かつては、わしがみね営業所菅尾出張所として犬倉線などを担当してきたが、2004年4月1日に廃止された。その後は、菅尾車庫として、わしがみね営業所管轄路線の折り返し場や、廃車車両の留置場として使用されていた。2011年4月1日より一部の便ムわしがみね営業所、 伊団営業所から引き継ぎ、菅尾営業所として営業を開始した。多摩区の大部分と中原区、宮前区などの一部路線を運行している。整備工場等の施設は設置されておらず、本格的な整備を必要とする場合は他の営業所で行う。先日の通り、一時期相模神奈子バス神奈川、中央交通東に営業所の運行管理を委託していたため、 営業所社員の制服、リアガラスに貼られた広報確認用の拡大レンズ、運行業務で使用する乗務航路表なども、カンナ中グループの使用が多かった。このほか乗務員は、菅尾営業所のです。終点まで安全運転に努めますなどの運転士の、マイクアナウンスや、バス発車時、運行中の指差し観光などの安全対策も、カンナ中色の濃いもので。 川崎市バスの他営業所では見られない特徴となっていた。バス営業所の管理委託の場合、例えばと A バスの営業所を管理委託するハトバスのように、制服や使用は委託元の事業者に合わせる場合が多いが、それとは異なっていた。川崎市交通局遠隔も参照のボニト駅から、新木、本町、向ヶ丘出張所、増式方面に向かう路線で、 菅尾営業所の主力路線の一つ。日中は1時間に3本程度運行されるほか、平日、土曜朝には向こうが丘出張所止まりの区間便が設定されている。向こうが丘出張所に折り返し所はなく、到着後は一旦改装となり、平交差点を左折し、白旗八幡を経由し、平五丁目、平二丁目を右折し、関下より客扱いを行う。 2017年3月26日のダイヤ改正より、東例五系統の上登戸駅菅尾車庫の一部便が、宮前大来、宮前区役所まで延伸された。菅尾車庫から、カリタス学園と中野島玉川住宅を結ぶ路線。ラッシュ時は、カリタス学園の生徒が通学のために多く利用する。基本的に中型車で運行される。21系統は、 川崎市立多摩病院開設後に新設された。2011年4月1日の和紙が、峰から菅尾営業所への遺憾時に、中野島多摩川住宅便のすべてと、カリタス学園便のほとんどを、多摩病院接続の島21に変更された。島21系統は1時間に3から4本、島20系統は6時7時台に、各2本の4本のみ。新千島京。 上戸駅入り口での路線の打ち切りはなく、新千島橋、上戸駅入り口にも折り返し所はない。新千島橋行きは、多摩病院の先を左折して、多摩沿線道路を通り、稲田中学校の前を経て稲田、中学校に交差点を右折、合流し、新千島橋へ至る。上戸駅入り口は泉までの間を上下別ルートとすることで折り返しを行っている。 循環運転だが、カリタス学園、中野東玉川住宅で打ち切りとなる。当06系統は出入庫系統。和紙が美ネ営業所時代は、カリタス学園、中野東玉川住宅からの和紙が美ネ営業所行きの路線もあったが、遺憾に伴い廃止となっている。川崎市バス和しが美ネ営業所古書塚線。 カリタス線も参照東急電園都市線詐欺沼駅と JR 南部線武蔵小杉駅を結ぶ中距離路線で市バスと東急バスの共通定期券が導入されている。共通定期券は詐欺例に系統の詐欺沼駅、野川小杉駅前、新城駅前間に限り有効で、伊田営業所発着便の野川、伊田営業所間と多系統は対象外である。 もともと、東急バスが運行していた路線に、1966年市バスが参入。以来、大営業所が長年担当してきたが、菅尾営業所の管理委託課と同時に移管された。鉄道駅から離れた野川、久杉、千年地区を経由することから全区間において、乗客が多い。また、中原街道、野川交差点や千年交差点の渋滞が起こりやすい、ことから、 定時制の確保が難しい。本路線と補完関係にある系統として、有馬第二団地千年間では、市バスが溝21系統、武蔵小杉駅側では、東急バスが杉零6系統、杉零9系統を並行して運行している。東急バス東山電営業所の川久江線、及び川崎市バス、伊田営業所久杉線,線も、 参照日中はほとんど直通便のみ運行され、区間便は朝や夕方に集中している。直通便は毎時4から5本で朝や夕、夜の一部を除いて、基本的に市バスと東急バスが交互に運行するが、区間便と蒸気の並走する各系統を合わせると1時間に6から10本程度、ラッシュ時はそれ以上のバスが運行されている。 特に、中原街道を走行する久末から先は、東急バスの割合が高くなっている。野川発着便は、小杉駅方向の野川バス停に到着すると改装となり、溝25、県で1系統の経路に入って、ノーマン寺停留所を経由し、知って黒川道路との交差点を右折、その後、中原街道との交差点を左折して、詐沼駅方向の野川バス停に停車する。 営業所への改装は、詐欺沼駅から、あるいは野川から。逆は同様の場合と、伊田営業所まで改装した後、杉十小杉駅前行きになり、小杉駅前で、詐欺礼に系統になる運用もある。2017年3月26日ダイヤ改正から、それまで、小杉駅前6番のリバから、芝ス5番から東急と分けられていたが、 東急バスの5番乗り場に統合されることになった。菅尾営業所担当の杉重、京都井田営業所きは6番のままである。また、混雑対策のためか、詐欺沼駅小杉駅前の増便のほか野川小杉駅前、詐沼駅、中原駅前、小杉駅前久末が増便された。また同日に、井田も詐沼駅小杉駅、新城駅の便を運行することとなり、 共感となったほか、伊田が運行していた詐欺沼駅、伊田営業所の区間便も、菅尾との共感となった。2017年3月26日のダイヤ改正より、わしがみね営業所との共同運行となった。詳細は、川崎市バスわしがみね営業所下記汚染を、参照口15系統。溝の口駅付近で、田園都市線の効果をくぐる宮やさん。 ミヤレイ4、ミヤレイ5、ミゾ15、ミゾ16は2017年3月26日のダイヤ改正の際に、ワシガミネ営業所との共同運行となった。ミヤレイ3は同日に復活された路線である。2016年8月1日に路線バス社会実験として美しの森から先、犬倉、白果て八幡、幾田緑地入り口を経由して、向こうが丘遊園駅を結ぶ。 たた83系統の運行を開始した。東急バスとの共同運行で、多摩プラーザ駅を利用する場合のみ、横浜市内運賃が適用となり、それ以外の区間では、川崎市内運賃が適用される。およそ40分間隔で日中のみ運行される。川崎市バスが多摩プラーザ駅へ乗り入れるのはこの路線が、初となる。多摩プラーザ駅は、横浜市青葉区に属するが、 他に、横浜市内へ乗り入れる路線は、伊田営業所が担当する溝25、原例一系統の高田町、西原がある。2017年3月31日までの社会実験を経て、4月1日より本格運行となることが決定した。本数及び運行時間帯は変更はなし。2017年3月26日に、和紙が根営業所から移管され、 犬倉線に編入された。2018年10月1日のダイヤ改正から、溝15系統に深夜バスを、溝16系統に、溝口駅南口北部市場前までの区間便を、平日の夜間時間帯に新設する予定である。川崎市バスは市が美ネ営業所建造線も、山椒建造線、編集西菅線、編集路線図向こうが丘遊園駅。 上戸駅と多摩区西部の西菅団地を結び、多摩区を横断する路線。城下バス停は、京王相模原線、京王稲田堤駅前ロータリーにあり、JR 南部線稲田堤駅の利用も可能である。ほとんどは西菅団地城下の区間便で、日中の一部は城下から府中街道を北上して関四丁目まで行く。関四丁を目行きのみ、西菅団地から、 上下の間に乗車した場合は、間4丁目までに降車しなくてはならない。ただし一部の便については連続乗車が可能。本線閣の向こうが丘遊園方面駅は、土淵地区から鉄道駅連絡路線、玉区役所へのアクセス路線となっており、朝夕に玉区役所被経由で、向こうが丘遊園駅東口へ行く便があるほかは、全便が玉区役所経由のボリト駅。 上戸駅経由、向ヶ丘遊園駅入り口駅になる。上戸駅行きは、多摩消防署から、日菅団地域となる。生田塾から、向ヶ丘遊園駅周辺は、道路が狭いことから、一方通行でのラケット式循環区間となっているが、運行は、向側岡遊園駅入り口で一度打ち切られる。ただし、多摩消防署から、日菅団地方面への乗車はできる。 本線都市線管の乗り継ぎには、乗り継ぎ後運賃が5割引となる割引制度があり、乗り継ぐ前に乗務員に申し出て、乗り継ぎ割引乗車料金を支払った後、乗り継ぎ券の交付を受ける必要がある。2017年3月26日のダイヤ改正で、和しがみ営業所に移管された。西菅線を和しがみ営業所が担当するのは、2011年の移管以来およそ6年ぶりとなる。 川崎市バスは諏訪市がミネ営業所に出荷線も参照2011年4月1日より、伊田営業所から移管されたが、現在は、伊田営業所の担当に戻っている。詐欺例に、詐欺の前駅あり、今第二団地久末、野川、川崎市交通局車両も参照、ノルフィンパレード号ラッピングバス川、さきノルフィンラッピングの車両車菅尾車庫時代の、校内にて使用する車両は、 川崎市交通局が導入した一般路線バス車両で、いすず自動車製と日野自動車製の大型車と中型車が配置された。これら車両は、菅尾営業所開設にあたり、和しがね営業所と伊田営業所から車両を転入させたものである。営業所開設前には、神奈川中央交通町田営業所に一時的に配置された神奈川中央交通のいすず自動車製、中型車を使用し、 菅尾営業所敷地内や担当予定路線などで乗務員訓練や就熟運転を行っていた。2017年3月26日のカンナ、中委託から直営に戻る際、伊田、和紙が、峰から、日産ディーゼル車を、三菱不装、エアロスターを伊田から転属したことで、他の営業所と同じく全メーカーが配置されることとなった。ありがとうございます。